動くな人造人間。本物のラリーに何をした。本当だよ、人造人間じゃない。撃たないで、頼むから家族だろう。銃を下ろせ、今すぐに。こいつは人造人間だ、皆殺しにする気だ。カイル、よし、見せ物は終わりだ。ダイヤモンドシティに人造人間は一人もいない。分かったか。銃をこっちに向けた。妄想は大概にしとけ。何があった。人造人間じゃ、人造人間じゃない。そう言った、何回もそう言ったのに、なんで聞いてくれなかった。ちょっと時間が欲しい。おまわりさん、ゴミを漁ってないでどいてくれ。はい、おまわりさん。でも何があったのかだけでも。叫び声を聞かなかったのか。男が自分の兄弟に向けて銃を抜いたんだ。人造人間だと思ってな。あの新聞のせいだ。家族が機械と入れ替えられてるかもしれないと思ってみんなイライラしてる。なあ、こんなことに巻き込んでしまって悪かったけど、もう終わったんだ。何もなかったかのように立ち去れ。その方がいい。まだ突っ立って何をしてる。早くどっかに行け。立ち寄ってくれて嬉しい。頑張ってるよブル。なんでそんな呼び方を。ボルト居住者だから。今は青いジャンプスーツこそ着てないけど、ピップボーイとかそんな場違いな見た目しちゃってバレバレ。それで取引しない。インタビューしたい。体験談を記事にする。ダイヤモンドシティもそろそろ連邦についての外部からの視点を取り入れてもいい頃だし、それをやってもらって、こうしよう。一緒についていく。地上の世界になれるまで守ってあげる。どんなインタビューになる。どんな人間か聞いて、ここでの生活についての意見を言ってもらって、記事を面白くするために答えにくい質問もいくつかするかもしれない。どう。わかったパイパー、受けよう。よかった。じゃあ始めよ。それでボルト出身ということだけど、そこでの生活はどんな風だった。家族みんな冷凍されていた。ボルトではそんなに長くは過ごしていない。あ、待って、冷凍庫に閉じ込められてた。ずっと戦前から生きてたってこと。戦争。どの戦争だ。この世界を廃墟と放射能だらけにした戦争のこと。破壊される前の世界を見たことがあるってこと。ああ、もう200歳を超えてる。大変。見出しは時を超えた男ね。連邦も見たことがあるんだね。ダイヤモンドシティ、昔の生活と比べてどう。比べられると思うか。この世界と似ても似つかないのに。ホームシックになっちゃった。なって当然か。ところで息子さんを探してるということは聞いてる。ショーン君、息子さんの誘拐はインスティチュートと関係があると思う。インスティチュート、どんな奴らだ。それは連邦でも最大の謎なのブルー。奴らが誰でどこにいるのかは誰にもわからないんだけど、そこら中で暗躍してる人造人間。人造人間よ。秘密の研究所からインスティチュートの卑劣な仕事をするために派遣される。
人の人間をそっくりの人造人間と入れ替えることさえある。誰も疑いもしないようなスパイとしてね。悪いことは全部インスティチュートの仕業だって言うわけではないけど、その可能性はある。だから聞いたの。人造人間を作ってるだと？そう、2種類いるから用心して。1つ目は明らかに偽物とわかる。肌はプラスチックみたいに見える。骨格が見えていることさえある。そいつらが群れて連邦を歩き回って人を殺して残り物を漁ってる。この間ユニバーシティポイントについて報告したの。町全体が一掃されてた。2つ目は本物の人間に見えるタイプ。肌も血も温かい笑顔も申し訳なさそうな顔も、まるで古き良き人間そのもの。それで奴らが関わってると思う？インスティチュートか奴らのスパイが関わっているかもしれない。奴らの前では赤ちゃんだって安全じゃない。みんなにはどうしていちいち首を突っ込むのかって言われるけど、インタビューの最後にちょっと趣旨の違うことをやってみたいんだけど、ダイヤモンドシティに対して直接言いたいことはある？人さらいの脅威は連邦ではほとんど無視されてる。みんなそんなこと起こらないって思いたがってる。愛する人を失ったのに怖すぎて、あるいは感覚が麻痺してしまっていて探そうともしない人たちに対して何か言いたいことはある？どれだけ諦めたくなっても諦めないでほしい。希望を持たないともう一度会えるって。それか少なくとも真実はいつかわかると。締めくくるのにふさわしい力強い言葉ね、ブルー。ありがとう。これで終わり。まとめるのに時間がかかるかもしれないけど、この話はダイヤモンドシティで話題になると思う。とにかく一緒に行くって言ったでしょ。守ってあげるって。準備ができたら言って。この話が次にどうなるか気になるから。パイパー、一緒に行く？一緒に行きたいんだな。そうだね。そうするか新聞記事を書く仕事に戻るか。新聞が待ってるようだ。そうだな、行こう。ええ、もちろん。ごめんよ、もう家へお帰り。きっといい時代があったのね。偉そうで派手な汚職まみれの役人と、ごマスコミは止められない。でもそれの故郷は。馬鹿げた人造人間のことについて話すつもりはありません。居住許可を求めてるのでなければ力になれないわ。人造人間がどうしたんだ？ いえ何も言っていません。自分の仕事が好きなんです。では失礼します。あんたは？ジェネバ、市長の秘書よ。日常的な仕事を全て取り行っています。仕事を探している。傭兵タイプかしら。オープンな懸賞金はあまり多くないわ。マーケットの指名手配書をチェックしてくださいね。許可について聞きたい。一軒可能な家があります。町の中心地にあってマーケットのすぐ隣よ。インテリアで改装することも可能ですし、家具を作る道具も全て無料でついてきます。家について詳しく教えてほしい。前のオーナーが隣接した倉庫を購入して壁を壊しました。ですので少々大きくなっています。それに古い道具を全て残していったので、内部を自分に合うように改装することができます。買うことにする。ここにカニがあります。緑の宝石のような町の住人としてあなたを歓迎させてくださいね。
道の選び方を教えてるわけじゃない。カスタムが必要？改造のための無料お店は安全装置に守られてる。